この机も最近ここ数年本当にこうシンプルっていう流れだということなんですが、はい、今もそれは変わらずですか？そうですね、シンプルなものが多いですね。やはりあの低学年のうちはリビング学習っていうのが増えてきているので、どうしてもシンプルなものが多くなってきてますね。もうリビングに今のご家庭というのか、あの子どもさんって机を置いてらっしゃるんですか？そうですね、リビングでお母さんたちと一緒に学習するっていうのが多くなってきてますね。それとあと、はい、やはり高学年とか中学年になってきますと、子ども部屋に移すってなったら重たかったら持ち上がりにくいので、そういった面でもやはりシンプルなものが好まれてますね。あのシンプルなんですけども、やはり長く使えるようなものっていうのが好まれてますね。今や633だけではなく、その先も見越した机という感じですね。そうですね、やはりもう今はもうパソコンなんかももう小学生のうちから必須のような感じなんですか？うん、そうですね、やっぱり低学年のうちはあまりないんですけども、中学年高学年ってなってきたらタブレットもありますし、そうですね、そういうものがやはり使われるような環境になってきて来ないといけないかなというふうに思いますね。広さとしてはやはり少し普通のテーブルよりは奥行きっていうのが狭くなっているものが多いですね。それはやっぱりもうリビング学習もちょっと念頭に置いてというデザインなんでしょうか？そうですね。あとはまああの結構最近の学習机、付属のものといいますか、家具をつけていくことでかなりこういろいろと片付け上手を目指したような作りになってますよね。そうですね、やはりあの片付けっていうのがすごくできやすいような作りになっているものが多いので、そういったところも選ばれるポイントかなと思います。やっぱりお父さんお母さんの手間も少し軽くしていただけるようなデザインということでしょうかね？そうです ね、いやもう今はもう本当にこの学習机も多種多様ということで、ぜひ見に来てもらえるといいですよね。はい、あとまあ新生活も始まるということで、なんか嬉しいお知らせなんかありませんでしょうか？はい、1月28日からリビング、ダイニング、あとベッドの方の大きなフェアがありますので、ぜひお越しになってください。新生活もいいですし、また春からの新しい暮らしということでね、ちょっと心機一転変えてみるのもいいかもですね。はい、じゃあ掘り出し物探しに皆さんぜひ来てもらえるといいですね。はい、ぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。